望みは、雫井修介の長編小説。電子小説誌、文芸角川2016年1月号から7月号に、連載2016年9月5日に、角川から刊行された。思春期の息子の遊び仲間が遺体で発見され、事件に関わり行方不明となった息子をめぐって、加害者か、それとも被害者かと葛藤する夫妻の心理を描き、親子関係や、 家族の形に焦点を当てた、社会派ミステリー。第7回、山田風太郎賞候補作、週刊文春ミステリーベスト102016年国内、部門第9位。なお、2019年4月24日に文庫化された。筒見幸彦監督により、筒見慎一主演、石田ゆり子共演で映画化され2020年10月9日に、公開された。 雫井の以前の作品に家族が多く登場することから、次は家族を扱ったものでとの編集担当者からの要望を受けて、それまでストックしていたアイデアの中から本作を構想。少年犯罪に見られるグループ内のトラブルから殺人事件へ発展するケースで、事件報道を見てもグループ内の人間関係や事件に至る経緯が漠然として捉えにくいことから、 事件の関係家族、特に親は、どういう心境で法に接しているのだろう。自分の子供が被害者なのか加害者なのかも、わからなかったりするかもしれないと、そこを掘り下げることで意外に深いテーマとなるかもしれないとして、本作執筆に至った。埼玉県戸沢市にて建築デザインの仕事をしている、石川和人と構成の仕事をしている妻、清美は、 長長男のしし長女の氏とと女に何不自由ななく幸せな生活を送っていたただ、息子の正だ氏は、高校生になってからというもの無断外泊が頻繁となっていたが、和人とと美は特に注意を払ってはいなかった。夏休みを迎えたある週末、いつものように無断外泊をしていたただし,しが翌日になっても自宅に戻らない。 連絡をしようにも全くその手段が通じない状況になった。そんな最中に息子の友人が複数人の何者かに殺害されたとのニュースが流れ、カズトと清美は不安を隠そうとしない。逃走している二人の中に息子がいるとすれば、果たして息子は殺人者なのか、それとももう一人の被害者なのか。息子の無実を信じたい父のカズトと、たとえ殺人者であろうとも生きて、 罪を償ってほしいと願う、母の清美の思いが交錯する。堤幸彦監督、堤真一主演及び石田ゆり子共演で実写映画化され、2020年10月9日に公開された。初日舞台挨拶が、東方シネマズ、六本木ヒルズにて実施された。原作からの変更点として、季節を夏から冬に移しており、作中では冬休み及び、 年末年始の間で物語が展開される。ありがとうございます。